第8章も今回と次回の確認テストを残すのみとなりました。今回は江戸後期の文化、火星文化を一気に見ていきましょう。火星文化は18世紀の終わりから19世紀の初め、文化・文政時代が中心です。江戸の文化は寒影期の文化、元禄文化とあって、 田沼時代の宝暦天明期の文化がありましたけれども、松平定信による官政の改革によって出版物の統制などがありました。文化の発展は一時的に停滞することになるんだけれども、この文化・文政時代に再び発展することになります。家政文化とは、文化時代の家、そして文政時代の生を取って家政文化 と呼ばれるわけです文化の特色を見ていきましょうこの時代は爆藩体制の同様の時代です世の中の矛盾に対する現実的批判的な精神が展開して文化が多様化します元禄文化は髪型の長人が文化の担い手でしたけれどもこの化政文化は江戸を中心に全国へと広がっていきます 学問と思想の動きを見ていきましょう。まずは水戸学です。水戸学といえば、尊王論。将軍という立場は天皇から与えられたものであるという考え方に、外国勢力を追っ払え、そのためには権力が必要だという攘夷論とが一緒になって、その権力を朝廷に委ねる尊王攘夷論を解くようになります。 この考えが幕末の思想に大きな影響を与えることになりますね。藤田裕国、藤田塔子は、この尊皇攘夷論を説いて、藤田塔子は徳川成明に仕えて反省改革にも尽力しました。国学と形成論を見ていきましょう。まず、国学です。平田篤胤という人が、復古神道を完成させます。 この復古神道は尊能攘夷論に影響を与えるわけですけれども復古といえば王政復古のように昔に変えるということですよね儒教や仏教というのは外来の学問思想ですから日本古来の精神神道に戻ろうという考え方ですなんか物部氏が「そうだそうだ」とか言ってそうですよね続いて形成論です 爆藩体制の封建社会を改良して維持していこうというものなんだけれども、どのように改良していくのかですよね。これは、米社会の世の中を金社会にしていこうという考え方です。解母政令という人は、慶子団の中で反専売制を解きます。反の財政を再建しようということですね。薩摩や長州がこれです。 もう一人は、本田明この人は西洋諸国との交易であったり蝦夷地を開発することで収入を得ようという考え方代表的な著作は経済秘策です3人目が佐藤信弘。国が産業を起こしてその商品を海外に売ることで利益を上げようという考え方を経済要録などで述べています 地理学を見てみましょう。伊能忠敬という人物が日本全国を実際に測量して正確な地図を作ります。大日本宴会予知禅図というものなんですけれども、この伊能忠敬は志半ばにお亡くなりになってしまいます。その後を継いだ高橋景康らによって1821年に完成しました。しかし、 この地図をめぐってちょっとした事件が起こってしまいますシーボルト事件ですこのシーボルトという人物はドイツのお医者さんで長崎に鳴滝塾を建てて医学を享受していたんだけれども帰国の際に日本地図を持って帰ろうとしたのがバレてしまって国外追放されますシーボルトに地図を渡した高橋影康さっき出てきましたね 高橋景安も幕府によって処罰されてしまいます続いて洋楽ですまず高橋義時という人物西洋の暦をもとに完成歴を作りますそしてこの高橋義時と子供の高橋景安が洋書を翻訳するための機関「坂書和華御用」を設立しますそして静忠夫です この人の本は歴史新書というんだけれども万有引力説や地道説など海外のさまざまな説を紹介しています教育ですけれどもこの時代は学者たちによってたくさんの私塾が作られました尾形港湾の敵塾、大阪市にありますね。他には先ほど少し出てきましたけれどもオランダ召喚医のドイツ人医師 シーボルトの鳴滝塾長崎ですねそして吉田松陰の叔父設立で高杉晋作や桂小五郎らを輩出した昭華村塾などがありますここからは文学美術庶民文化の塾生を見ていきたいと思いますまず文学です小説ですけれども法歴天明期の文化のところで 三島教伝のシャレ本や小井川春町の人情本が出てきましたよね。この2つは完成の改革で弾圧されましたけれどもそれらの仲間と思ってください。まずは滑稽本です。庶民生活の滑稽さを会話中心で書いたもの。実編者一句の東海道中膝栗毛そして 三バの浮世風呂などがあります。まあ、銭湯なんかに行くと隣にいる人と世間話したりするじゃないですか。そんな会話が中心の物語です。まあ私はサウナに行ってもね終始無言ですけれども2つ目は人情本。これはシャレ本の中でも恋愛系の小説です。町人の恋愛事情を書いたもの。 田目永春水の春色梅子読みが代表作ですこれは風紀を乱すとして天保の改革で処罰されてしまいます文学の続きです読み本完全懲悪の趣旨で書かれた文章が主体の小説しっかり本が読みたいという人向けの小説ですね有名なのが極定馬金の南宗里見発見伝 この作品は読んだことがある人も多いんじゃないでしょうか他にも上田明の右月物語などがありますこの文章主体の読み本に対して絵が主体の小説奇妙史から発展した合感、まあ、漫画の閉じ合わせ今で言えば少年ジャンプとかヤングマガジンとかリボンとかそんなイメージを持ってくれたらいいと思います その豪華の代表作といえば、竜亭種彦の偽紫田舎源氏。この紫というのは紫式部の紫です。パチモンの紫式部が源氏物語を書いてみた、みたいな感じですね。いわばパロディです。なんかすごく興味が湧いてきますけれども、残念ながらこの作品は天保の改革で処罰、絶版となってしまいました。 美術行きましょうこの時代の美術絵画といえばなんといっても浮世絵ですよね菱川諸信が創始した浮世絵は鈴木晴信によって錦絵として完成しました北川歌丸や東洲斎社楽は人物画でしたけれどもこの時代は風景画が流行しますもうこの絵は超有名ですよね左側は富岳三十六景 葛飾北斎の作品です。富士山を様々な角度から眺めた46枚の作品。そのうちの一つがこの神奈川沖波裏です。お土産屋さんにのれんが売ってたりしますよね。もう一つは、東海道五十三次。これは、歌川広重が東海道の宿場町の風景を描いた55枚の作品です。 この絵はね、私が好きな絵画の一つなんですけれども、こういった日本の浮世絵というのは、フランスの印象派の画家たちに大きな影響を与えます。ゴッホやモネといえば聞いたことありますよね。ジャポニズムと呼ばれて、印象派の人たちも浮世絵の画法を取り入れることになります。このあたりはたまに正誤問題で出てきますので、覚えておいて損はないと思いますよ。 文人画といえば以前に池の大村が出てきました。この文化・文政時代の文人画といえば渡辺崋山聞いたことありますよね森尊悟事件を批判して万社の獄で処罰された人物絵も上手だったんですねこの高見千石像ですけれども西洋画の画法を取り入れて写実的に描かれています歌舞伎役者の松本白鸚に似てますよね 松高子のパパですよそして右側の「一層百体」これも渡辺和さの作品なんだけれどもこの絵はテストでもよく出ますのでしっかり見ておきましょう。寺小屋で子どもたちが学んでいる絵なんだけれどもそれぞれ思い思いに勉強しているのが分かりますよね。子供たちの自主性を重んじるといったところでしょうか。 美術の最後は写生画と洋風画です。まず写生画ですけれども左側の絵を見てください。丸山王挙の丸山派から分かれた五春という人物が四上派を起こします。情緒のある綺麗な日本画が特徴です。そして洋風画では青堂伝前が松平定信に才能を見出されて洋風画・銅版画を学びます。 庶民文化の熟成ですけれどもこの時代の庶民の娯楽というものは今の時代にも残るものが多いんです4つ見ていきましょう1つ目は会長普段は見ることのできない仏像や秘宝を特別な時だけ見ることができるんです何かしらのイベントを開催するとそこには人が集まりますよね人が集まれば金が動くそのお金を何に使うかというと 自社の修繕費に使うんですよもう一つはき、富くじとも言います箱の中に賞金賞品が入っていてそれを木の棒で続く賞金当ての催し物なんだけれどもこれは今の宝くじにあたります三つ目は旅行自社産経ですね当時流行ったのは伊勢神宮へのおかげ参り 今でも伊勢神宮にはおかげ横丁っていうのがありますけれどもおそらくこのおかげ参りから来てるんでしょうね他にも四国の88か所などの霊場を回ることでご利益を得ようとしたんです今でいうパワースポット巡りですかねそして相撲ですこれも自社が本堂の造営や修繕費を集めるために行われました私も相撲は大好きでして、 昔私が働いてた店には九重親方元千代の富士とか千代大会が来ましたねめちゃくちゃ大きかったですね今の私の推しは小結の名声ですまた応援してあげてください他にも節句や彼岸盆などの年中行事であったり日町月待更新進行などの行事もありました今でも桃の節句であったり丹後の節句 お盆に親族が集ままったりしますよねさて火星文化を一気に見てきましたけれども元禄文化法暦、天明期の文化そして今回の火星文化は一緒に出題されることが多いですからしっかりと時代を区別して覚えることが大切です。次回は第8章のまとめ確認テストをやりましょう。ありがとうございました。